まず私がこういったプロジェクトを制作するにあたって、その場所との対話っていうことで、その場所の歴史とか地理的環境ですねっていうのをまずリサーチするっていうところから入ったんですけれども、それで考古学資料を、今回のリニューアルオープンの前に京都市京セラ美術館の発掘調査ですね、調査書類をたどっていくと、古代からその白川を代表する流路が、鴨川左岸のこの辺りに流れていたっていうところにたどり着いて、人間が、集落として使っていた場所と、湿気を含んでいた場所っていうものの境目っていうのがここに存在していたっていうところに、着目して、そういったものをたどっていっているということなんですけれども、まずその赤色ですね、赤系の色で描いたペインティングなんですけれども、それはその流路が流れていた、北東から南西に向かって斜めに横切っていた流れと、今ガラス壁のある、その空間のちょうど境目に、弥生時代晩期から古墳時代初期にかけて溝が掘られていたっていうことも分かっていて、そこから古式弾きという様式の、土器が見つかっていることから、その土器っていうのはやっぱりその時代時代でスタイルがあって、その時期の特徴っていうのを表しているその人の手の跡みたいなのから、それをモチーフにしてこちらのペインティングをしているんですけれども、まあ、色には波長があって、人間の目の知覚っていうことによると、その波長が長いので、例えば夕焼けが赤いとかっていうところにたどり着くんですけれども、あと太陽光には紫外線が含まれているので、紫外線によって赤色の絵の具っていうのは少しずつ色が変化していくっていうところも、コンセプトに入れて、この色を選んでガラス壁に描くっていうところにたどり着きました。北側には反射シートを用いて、その地上から来る光を受けて照らし出す、その場所を照らし出すようなイメージで今回の素材を選んでいます。そういう湿地帯であったっていう水の存在っていうものを象徴する色として青を選んで、その青色がやっぱり空間全体に地上の赤とピンクと対比するようにして青が存在する。で、こちらの地下につながる布も地上と地下をつなげているんですけれども、それに浮き立っている形にも箔を使ってまして、それは金属の薄い紙状のものになってるんですけれども、その素材も錫とかアルミ、銀、異なる箔を同じ形の中でも少し織り交ぜて、貼っているんですけれども、銀箔だけ酸化作用で少しずつ光を受けて、時間とともに色が変化していくっていうふうになっています。今までの、プロジェクトのペインティングは主にアクリル絵の具を使って、光とかその場所の、変化っていうものに関心を置いて実現してきたんですけれども、今後陶器であったりとか金属を用いた加工であったりとか、職人さんとかとコラボレーションしたりして、その物質としてまたさらに耐久性がアクリル絵の具より長かったりっていうところに着目したりして、長く持つというような素材を使って制作を実現したいなと思っております。